型紙 OK、 布 OK、 糸も飾りも材料も OK。 いよいよ今日から衣装作り開始。よかったね、ちゃんと材料揃えられて。本当、一時はどうなるかと思ったけど、お母さんやお姉ちゃんたちに拝み倒して、うちの手伝いをしまくって、やっと支給してもらったボーナス、無駄にしないようにしよう。ルビーもずっと貯金してたお年玉を使ったよ。大事な衣装のためだけど結構減っちゃった。私もお小遣いかなり前借りしちゃったから、しばらく金欠だよ。これからは気をつけようね。うん、よし、気を取り直して早速作り始めよう。おー、よし、できた。生地の切り分けはこれで全部だよね。切るだけなのに時間も体力も結構使うよね。パーツ多いもんな。縫う前に肩とか袖とかのラインを入れちゃおう。ライン用に買ったテープは。チカちゃんご機嫌だね。生地を切ってる時なんて鼻歌歌ってなかった？うん、だってこれを着てステージに立つところを想像したら、どうしてもワクワクドキドキしちゃうんだもん。ルビーもドキドキしてたよ。少しずつ形になっていく衣装を見てると、ライブ会場のあの歓声が聞こえてくるみたい。私も。みんな気持ちは同じだね。この調子ならあっという間に衣装完成しちゃうかも。そしたら歌やダンスの練習がいっぱいできるね。それも完璧にできるようになったら、また次のシャロンのライブのことも考えようよ。次次はいつできるかな。いつだってできるよ。みんなと相談してまたユニットでライブに出よう。アクアもシャロンもアゼリアもキルティキスも私たちを表現する大切な形だもんね。うん、新衣装、うちで完成を迎えられるなんて嬉しいよ。背中の文字も3つ並べるとすごくかっこいい。ベルトのマークもボタンの形も星にしてよかったね。お花やハートと迷ったけどすごく素敵。みおちゃん、どうしたの？そんな難しい顔して。いや、なんか違和感があるっていうか、こういうデザインだったっけ？ん？そりゃそうだよ。ほら、デザイン画とも一緒だし。ね？あ、そのはず。あ、あれ？あ、嘘！一番下の白いフリル、作るの忘れてるよ！ん？うわぁ！本当だ！布、切ってないね。最初から忘れてたのか。失敗。なんで気づかなかったんだろう。もしかして布も買い忘れてるんじゃん。あった、よかった。今からでも縫い付けられるかな。一度糸をほどいて縫い直せば。すぐに裁断して縫い付けよう。2枚目、裁断終わり。最後3枚目。あれ、どうしたの？布が足りない。どれくらい？あと10センチ。なんで？ちゃんと必要な量買ったはずなのに。材料メモをどこにやったっけ？買い物した時から財布に入れたままになってる。あった、これ。あ、ここ白いフリル用の布の数字、最初に計算したのより少ないかも。今から買いに行ったらギリギリ夕方かな。仕方ない、白フリルは明日に回して他の部分の微調整を先にやっておこうか。ごめん、二人とも。メモ書いたの私なのに、こんなに大事なこと間違えるなんて。大丈夫だよ、買うものいっぱいあって大変だったもんね。明日もう一度ちゃんと作ろう。明日。みおちゃん、ルビーちゃん、先に裁断した2枚縫うのをお願いしていいかな。私今から足りない分の生地買ってくる。え、
ってくるって今から？完成が目の前なのにここでおしまいなんて嫌だよ。早く3人で新しい衣装を着たい。大丈夫、超特急で行ってくるから。うわ、危ない。チカちゃん、ヒョウちゃん、大丈夫？大丈夫。間一髪、障子に激突するところだったよ。よかった、2人とも無事で。ライブの前に怪我したら衣装どころじゃなくなっちゃうよ。ごめん。私たちもごめんね。メモが間違ってたの、今まで気づかなくて。チカちゃんだけが悪いわけじゃないよ。シャロンはルビーたち3人のユニットだもん。失敗も3人のものだよ。だから最後まで3人で作ろう。3人で挽回して3人で完成させよう。ヨウちゃん、ルビーちゃん、うん。返し縫いして糸を切って、できた。今度こそ完成だ。これが本当に本当のルビーたちの新衣装なんだね。やっぱりフリル2段だとゴージャス感が出るね。マート時とか絶対可愛いよ。うん、早く着てみたいね。あ、じゃあ試着の前に完成祝いしよう。フリル生地と一緒に買ってきたお菓子で。はい、ルビーちゃん、みかんジュース。ありがとう。いろいろあったけど無事に完成して本当によかったね。うん、あとは歌とダンスだね。私たち3人で絶対素敵なステージにしよう。頑張るぞー。